なんだこのコース、すごっ。なんかハンマーがメインのテーマなんだよね。いやみんな、私ね、メロン君好きやめて私服できちゃったね。これ、この子。これは私服だね。結構日常生活こんな感じだね。これ行くんじゃん、私。待ってね。これ私行くよ。はい。はい。はい。みんなタイミングをつかめてよ、このゲーム。はい。はい。はい、ここ!おー!わー!オールインワン!これを3回やるだけのゲーム。ほう。ほう。あ、やばいやばい。滑る滑る滑る。まあ、こっちでいいか。こっちで許してあげる。はい。これはし、マジこれ当たるのだけはうまいからね。痛い。みんな、私、これ当たるのだけはガチうまいからね。はい、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 はい。あ、ここ!おー!すごい!あー、サッカーボールの気分、私!今、サッカー部に蹴られてる、ボールの気分だね。ここやばくない?みんな、このウキウキエリア。え、ここのウキウキエリアやばくない?さすがに。え?え、サッカー選手空振りしたんだけど、今。え、ちょっと!あっちに蹴ってよ!え、え?いや、全然だろ。待って、みんなもう時間ないね。あっち、これ生き残るために、とりあえず、点数は取ってくるわ。やばい、みんな、みんな、張ってあっち!これ勝つにはこれしかね、激エヴァハンマー。ここ!あー、来た!いっけー!あと見て、10点。10点はどう取るか。ここで入って。綺麗に10点だね、ありゃ。頼む!あー!いや、こいつら空振りしすぎ!ほんと!ベンチにしてやる、次。あ、みんな、私服姿出ちゃった。かわいい。いや、みんなまた来たね、さっきの種目。頼むぜ、マジで。サッカー部軍団。あれじゃ、体育の時間だけ上手くて、試合になったり全然活躍しない。あ、見て、シューゲームズ。あ、実写の姿だね。実写の私こんな感じだね。さあ行ってくるよ。さあみんなこれサッカー部軍団マジ頼む。なんでこんないっぱいいていけないの。もう、下手くそ。これ狙い定めろみたいな意見あるかもしれないけど、こんなにね、いたら誰かしらのキック当たるでしょ。ちょ、頼むぜサッカー部マジで。ね、行くよこれ。はい、サッカー部お願いします。やればできねえじゃん。張り切りすぎなんだよ次は。今度普通にこっちで行こうか、みんな。時間ないし。これ私ちゃんとやれば多分上手いからね。行って!ダウンサッカー部ありがとう!やめたくそ!じゃあ、やばい、これ一回も合格できてないじゃん。はい。はい。はい、ここ!やばい、これサッカー部代理になってる全部。張り切りすぎ!ただ1点はもうギタッといく。この確実な1点ね。すべては1点から成り立つってなんか、そういう古文でありそう。痛い。これさ、普通にジャンプしていった方が早いんじゃね?あー、でもこれだって1点しか入んないんだよ、みんな。ジャンプしていくと。だから、つまりこの、こっちとかどう?これ。このおしゃれ番長。あー、なるほどね。いや、おしゃれ番長、番長、もう一回おしゃれ番長やってみる?おしゃれ番長がすごい、有意義かもしれない。いや、おしゃれ番長、ちょっと、有意義だわ、さすがに。あ、ちょっと。いやー、でも時間ないわ、皆さん。いやー、みんなやっぱ時代はおしゃれ番長かもしんないな。あー、でも時間ない。これおしゃれ番長もう一回入って、ここおしゃれ番長行って、オッケー。いや、おしゃれ番長結構安定だわ。みんな結構時間ないながらもう、いやー、おしゃれ番長かな。やばいやばい。いや、これ間に合わない。頼む頼む、行ってくれ。最後サッカー部ありがとう。セーフ。アウトかい。え、ハンマーウォール、これ簡単なんじゃない。すごい、見て、後ろにデデデ大王みたいにハンマー背負ってるね、あのピンクの子。え、かわいいね。さあ見せてごらん、どんな感じか。いやいやいや、もうこんなのね、壁使わないよ。うわ、すごっ。面白そうすぎるんだけど。あれ、しんちゃんのあれなんだっけ、またずれそうか。しんちゃんが家ぶっ壊れて住んでたとか。昔しんちゃん家燃えたんだよね、野原ひろしのせいで。オッケー。わし、これガチ得意だからね。いや、でもこのハンマー控えめだわ。なんか回転力少ない。いや、こっちだね。こっちなら飛んでけそう。はいはい、ここ。いや、おじき諦めないよ。はいはいはい、ここ。いいね。いや、これハンマー逆、ハンマー逆。痛い。どっちのハン、こっちか。はい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 、ここ。うますぎるね、さすがに。はい、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 ここ。うますぎる、私。これ、長所に書いとこうかな。
さあ、みんな見してごらん、みんなのゴッドプレイ。あ、この長井くんは？いや、長井くんダメだね、これはちょっと。いや、みんな使わないんだね。あ、みんな結構、堅実なプレイを求めてるんだね。あれ、使わない人が結構大多数だ。あ、見て！もう4秒しかない。終われ！終われ！気づくな！あ、くそ。あの人の強者感すごかったね。いや、私こんなやつなんだ。私はミーっていうのかな。キャラ、なんかすごいな。うわぁ。あ、待って、これファイナルラウンドって書いてる。なんかこれ一回勝ちに行くプレイやってみていい？もう、なんか、ゴッドプレイ関係なしに。勝ちに行くプレイやってみようか。これファイナルラウンドってことはあれじゃない？一番先に15点取った人たちか、一番得点が高い人たちなんだよね。多分。やってみようか。勝ちに行くプレイで。遊び、手抜き一切なし。勝ちに行くには、これだね、ここ。ここを使った方がいい。やべえ、滑る！思ったより滑る！思ったより滑る！思ったより滑る！慌てない。すごく慌てない、あつき。いやー、これ2点入んないか。あれ、なんで今1点も入ってないんだ？これ1点も入んない時って何なんだろうね、みんな。はい、勝ちに行くプレイ。すごく勝ちに行くプレイ。オッケー、勝ちに行くプレイ。さあ、5点入ったよ。いや、これは結構最速なんじゃない？もう掴んだね。はい、勝ちに行くプレイ、勝ちに行くプレイ。やっ、ガー、惜しい。ガチ惜しいな。これ15点取ったら優勝なのかな？これだね、一番これが無難。いや、無難すぎる。おちか、あと3点で優勝？これもしかして。おちか、最速じゃない？これ。で、ここら辺でブレーキかけといて、いや、もうゴールしてる人いる。あいつが優勝になるのかな、その場合。おちき今13点だもんね。さあ、みんなこれで15点かな。でも、おちき一人先にゴールしてる一人しかいない。ここ。オッケー、ありがとう。これでおちき15点だもんね。はい。これ、先にゴールした人だよね、多分優勝。おちき一応ゴールしたけど。お！え、優勝でいいの？え、これなら優勝簡単じゃない？別に先にゴールした人が優勝じゃないんだから、え、結構簡単に優勝できるかもしんない。イエーイ。お、これ決勝だ、次。決勝ってあれなんかのかな？普通のステージが決勝なのかな？え、めっちゃ面白そう。ハンマードアダッシュ。これこそ1位の人優勝っぽいね。うーわ、すごっ。え、めっちゃハンマーあるね。これもドアを行くっていうよりハンマーに全部ぶっ飛ばしてもらうみたいな、そんなイメージなんじゃないかな。今日これやっております。みんな、これにしたね。メロンくん好き。私、初手じゃない。やっぱ落ち着くわ、メロンくん好き。ほら、落ち着く！さあ、どうすっかな。行ってくるわ、みんな。はい、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 ここ！行ったー！はい、痛い、痛い！はい、はい、はい、ここ！いやー、まだワンチャンあるね、これなら。優勝候補。はい。はい。はい。いや、初手ミスったのでかすぎる。はい。いや、お前ら！はい。はい。はい。ここ！いや、掴むな！いや、こいつマジなんなの！うわ、この、お前、ほんとに！後で PT 入からのお前の、お前もう勝てねえよ、ここまで来たら！あ、でもこれも時間だわ、みんな。あー、許せない、お前この野郎もう、お前マジ誰だよ。これもあれだね、多分ゴールできればみんな優勝扱いなんじゃないかな。じゃあ終わろっか。バイバイ。